こんにちは、木下優香です。今日はね、じゃん、今までにも何回か食べたことあるプルダックンポックンミョンのこのカレー味を食べたいと思います。実はですね、これプルダックンポックンミョンの会社の方が段ボールいっぱいに送ってくださいました。ありがとうございます。今までのね、プルダックンポックンミョンは名前が面白いめっちゃ辛かったんやけど、カレー味はどうなんでしょうね。カレー味も辛いんですか。なんか辛さの種類が違う気がしますね。カレーの辛さとなんか唐辛子とかの辛さ。はい、とりあえず作ってみたいと思います。はい、こちらがプルダックンポックンミョンのカレー味です。入ってる野菜が今までのプルダックンポックンミョンと違う感じがして、カレー味も美味しそうですね。中身はこういう麺と火薬と液体スープが入ってます。まずは麺を茹でます。火薬はね、こんな感じです。一緒に茹でます。野菜がね、あったんで一緒に入れます。で、茹で上がったらお湯を捨てます。で、この時にね、大事なのがお湯を少し残すことみたいです。作り方にはね、一袋につき8スプーンって書いてあったんやけど、よくわからんけ、なんとなくこれぐらいかなっていう量を残してみます。はい、こんな感じですね。で、この液体スープを入れます。色はそんなにカレーっぽくないんですね。また火にかけて30秒ぐらい炒めるっていうか、混ぜるっていうか、和えます。あー、なんか美味しそうですね。じゃん、完成です。はい、見た目はね、美味しそうですね。でもちょっとね、香りが辛そうな香りがします。結構ね、カレーっぽい香りしますね。スパイシーな香りします。カレープラスでもなんかめっちゃ辛そうな香りがする。唐辛子っぽいっていうか。で、火薬はね、なんか揚げたじゃがいもとかね、人参とか入ってました。はい、ちょっとね、もうビビってるんで豆乳がスタンバっています。牛乳はね、辛いのを抑えてくれるっていうんでね、豆乳も多分一緒なんじゃないかなと思って、うち豆乳しか常備してないんで、牛乳はね、もうすぐなくなっちゃうんだね。はいはい、食べましょう。いただきます。もうこの辺の溜まってるスープがもうめっちゃ辛そうですよね。どうかな。プルダックンポックンミョンはめっちゃ辛かったけど、カレープルダックンポックンミョンはどうかな。またちゃんとね、絡めて食べないとね。はい、こんな感じです。あー、カレーのスパイシー系の香りしますね。麺は、中太の縮れって感じですかね。辛いんだろうな。辛い上にね、熱いとね、より熱くなっちゃいますからね。よく冷やしてね。辛い。牛乳すごい。でもそれでもちょっとまだ残りますね、辛いのが。プルダックンポックンミョンって後から来る系の辛さじゃないんですよね。もう来る瞬間口の中辛くって、こう食べた後も口の中辛いんですよね。でも今まで食べたプルダックンポックンミョンと比べてどうなんかな。こっちの方が、いや、こっちの方が辛いってことはないですね。でも結構前に食べちゃったから、どっちが辛いかちょっと忘れちゃった。でもめっちゃ辛い、超辛い。私はね、美味しいけど、もうちょっと甘みがある方がね、好きだな。辛いな、蜂蜜かけたいな。カレー味だから蜂蜜合うかもしれん。カレーと蜂蜜のバーモントカレーってあるもんね。韓国のインスタントラーメンってほんと麺が私好きなんですよね。結構歯ごたえがあってもちもちしとって美味しいです。美味しいです。ご飯とかと一緒に食べたいなって感じ。もう一緒に入れたさ、白菜がさ、キムチに見えてくるもん。野菜が甘い。これとかさ、めっちゃキムチやない？でも甘い。これもうめっちゃ、めっちゃ辛いな。喉も辛いもん。喉からして辛いもん。あ、熱くないのに汗かいてきた。もう辛いけん、最初から用意してあったね、マヨネーズをかけたいと思います。もうめっちゃ辛いよ。もう辛いの我慢しながらだったら食べれるかもしれんけど、やっぱ美味しく食べたいんだね。マヨネーズを私はかけさせてもらいます。マヨネーズとね、合わさるとめっちゃ美味しい。この辛さがね、いい感じに甘辛い感じになって美味しいですね。マヨネーズがちょっとかかってないのから食べれます。あ、めっちゃ辛いけど、なんかマヨネーズ味を食べた後、気のせいかもしれんけど、あんま辛くなくなったかもしれん。もしかしたら口の中をマヨネーズがコーティングして守ってくれるかもしれないですね。辛いものを食べるときはほんとマヨネーズがね、強い味方になります。
カレー味のことについて何も言ってなかったね。なんかもう辛いのが最初行きすぎてカレーの味かどうかあんまり頭に入ってこなかったですね。待って、マヨネーズがついてないところもう一回食べてみる。ちょっとカレーっぽい感じもあるのかな。でもなんか私が今まで食べてきたねカレー味のラーメンの辛さよりも辛さがすごすぎてカレーの味だなって感じがあんましない。確かにねカレーと言われればカレーの感じがしますね。辛マヨネーズつけてもやっぱり辛い。私的にはね、マヨネーズをかけた辛さがちょうどいい辛さです。マヨネーズかけるのね、めっちゃ辛いんですよ。でもかけんかったらもうめっちゃ激辛です。それでもちょっと辛いんでね、卵を入れてみましょう。卵をさ、焼きそばと卵ってめっちゃ美味しいですよね。炒め麺もだけ美味しい。あ、なんかお腹がカッカしてきた気がします。うん、美味しそう。うん、辛さがね、さらになくなった。卵は一番効くかな。もうなんかこう、卵まで混ぜると辛さもあんまないですね。普通に美味しい炒め麺って感じです。卵もうちょっと持ってこよう。めっちゃ美味しい。私からのねアドバイスとしては、ブナクンポックンミョン、辛いのめっちゃ大丈夫な人はそのまま食べて、辛いのまあまあ得意な人はマヨネーズかけてみて、辛いのちょびっとなら大丈夫な人は卵がいいかなと思います。辛いのが全然ダメな人はね、辛いのが得意な人と一緒に食べましょう。もしかしたら一口でもうギブかもしれないね。うん、でも卵入れたら辛いの全然ダメな人でもいけるかな。ほんと全然辛くなくなる。はい、これがね、辛いのが苦手な人の食べ方です。いや、ブラックポックンミョンね、もうほんとね、辛いのが痛いんですよね。味はね、美味しいんですけどね、確かにね。うん、なんかね、やっぱり辛い成分ってあんま辛くなくなっても汗めっちゃかきます。でも完全に辛さなくしちゃうとね、ブラックポックンミョン食べてるのにもったいない気がするんで、ちょっと辛いぐらいで卵ストップします。ちょっと辛いぐらいが私も好きなんですよ。激辛がダメでね。で、最後の一口いただきます。うん、完食です。ごちそうさまでした。ブラックポックンミョンね、めっちゃ辛いけど美味しかったです。熱くもないのに汗がなんで出るんですかね。辛いもの食べたらね、冷や汗ですかね。やっぱそれでもなんか食べた後も口の中がね熱い感じがしますね。マヨネーズ、卵が辛いのが苦手な人は必要ですね。まあ、苦手な人はちょっときついかも。でもカレー味の方が今までのブラックンポックンミョンより唐辛子っぽい辛さがなくなるけ、カレーっぽい辛さ、まあ、どっちが得意かですよね。どっちも私は辛かったと思います。だからでも唐辛子っぽい辛さよりはカレー味の方がまだいけるのかなっていう気がしますね。卵とマヨネーズをかけるとね、かなり辛さが抑えられました。とっても辛いんですけど美味しいので、興味のある方は食べてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。私にやってほしいことや食べてほしいものがあったらコメント欄などでよかったら教えてください。この動画がよかったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。